多くの人が騙されている。これが本当の人類文明の起源だ。ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類の文明といえば、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明、この四大文明が有名です。最古のものといえば古代メソポタミア文明、その中でもシュメール文明を挙げる人が多いでしょう。こうした人類の文明の起源に関しては教科書などでも記されていますね。しかし今の私たちが知る人類の文明の歴史は本当に正しいのでしょうか。それというのも、21世紀となり科学が爆発的な進歩を遂げた現在でも、世界には解明できない謎が多く存在します。それらを照らし合わせていくと、私たちが知る文明の起源との矛盾点がいくつも浮かび上がってくるからです。そこで今回は人類文明の本当の起源に迫ってみたいと思います。これを知ってしまうことで、もしかすると私たちの常識が覆されるかもしれません。古代宇宙飛行施設とそれを裏付ける大パーツ。古代宇宙飛行施設をご存知でしょうか。人類史上における古代、超古代の地球に宇宙から宇宙人が飛来して人間を創造し、超古代文明を授けたとする説です。他にも太古宇宙飛行士来訪説、宇宙人考古学、宇宙考古学などの呼び方もありますね。古代宇宙飛行施設は位置づけとしては疑似科学であり、それがそのまま学術的に認められているわけではありません。さて、考古学的価値の高い遺跡などには、その時代や場所からそぐわない古代の出土品、大パーツがいくつも発見されています。それこそが冒頭でお話しした解明できない謎なのです。しかしその謎も、古代宇宙飛行施設を用いると合点がいくことになるようです。古代宇宙飛行施設がささやかれるものの代表としては、ナスカの地上絵、自由自在に空を飛ぶビマナ、ギザの大ピラミッド、巨大な宗教都市遺跡テオティワカン、シュメール人、パレンケの石棺、プマプンク、フラワーオブライフなどが有名です。中には大パーツではないものも含まれますが、多くの方が一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。そんな大パーツの一つとして、ロラドフプレートが注目を集めています。これはネパールで発見された石製の円盤で、研究者ロラドフがイギリスの科学者に提示したものです。ロラドフがこのプレートを入手したのはインド北部でした。これはドロップアラウンドストーンと呼ばれる16個の円盤状の石の一つ。炭素解析を利用した年代測定の結果、1万2000から1万3000年前のものと判断されました。つまり最古の文明とされるメソポタミア文明よりも7000年も前にこのプレートが存在したのだと。もちろん石の大パーツとして有名なギザのピラミッドよりも古くなります。よくよく考えれば、前述のようにピラミッド建築の謎に古代宇宙飛行施設がささやかれるのも事実。ロラドフプレートの場合には、その時代にこのような石製品を作れる技術を有したとは考えにくいことから、大パーツの仲間入りをしているわけです。石は古来より伝承を記す道具としても使われてきました。もしかするとロラドフプレートにもそういう役割があるのかもしれません。なぜならそこには何とも不思議な模様が記されていて、それが何らかのメッセージだと感じるからです。その模様とは、渦巻き状の中心に太陽のようなものが描かれ、そこには動物や一見すると人間、いや宇宙人グレイのようなものも存在します。このような宇宙人と目される謎の生命体が描かれた遺物は他の遺跡からも発掘されています。こうしたことから、古代の地球に宇宙人が存在したことを示唆するのではとする考えもあります。もしかすると宇宙人は私たちが知る古代文明よりもはるかに昔からこの地球に存在し、それを示唆するためにロラドフプレートを残したのではないでしょうか。ナブタプラヤが示すのは秀でた古代人知識。さて、もう一つ石に関する大パーツをご紹介します。南エジプトのヌビア砂漠に存在する不思議なストーンサークル、ナブタプラヤ遺跡がそれです。実は
この遺跡もおよそ11,000年前、つまり古代エジプト文明が起こる数千年前に作られたものだと言われています。なぜそうとわかるのか。実はここには巨大な石の集合体が残されていて、その石の配置がある時代の星の位置、天文学的な整列だったからです。その時代というのが古代エジプト文明のおよそ7,000年前。その時代の星の配列が見事に石で再現されていたことから、この遺跡の建造年が算出されたわけです。なるほど、と感じられる方も多いでしょう。しかし、実はこれは非常に重要なことを意味します。なぜなら、この時代に高度な天文学知識が存在したことを示すのですから。古代遺跡の中には、高度な天文学の知識を有することを示すものが少なくありません。例えば、ピラミッドの構造とオリオン座の関係については、これまでも研究が進められてきました。それを研究してきた専門家も、ナブタプラヤはその構造から物理学や数学に対する高度な知識を有する者たちにより作られたとわかる。オリオン座についても高度な知識を有したことがわかる、と話しています。また、10年以上もナブタプラヤを研究する元建築技師ロバート・ボーバルと宇宙物理学者トーマス・ブロフィーは、ナブタプラヤのストーンサークルは夏至の日に見えるオリオン座の三つ星を正確に写し取った星図だ、と著書に記しています。さらにボーバルは次のようにも語ります。ナブタプラヤで用いられる天文学はエジプト文明のものと全く同じだとわかります。つまり古代エジプトのファラオの起源は想像よりも何千年も前の先史時代まで遡ることになるのです。彼らはスターピープルと呼ばれ、エジプト文明のはるか昔、まだ肥沃だったサハラで暮らしていたと考えられます。彼らの起源をたどるとエジプトの南西部でした。そこの洞窟には壁にスターピープルとおぼしき絵が残されていて、その姿は細く長身で奇妙な頭の形をした人類とも宇宙人とも取れます。もしかするとそれは芸術的な表現が施されているのかもしれませんが、このボーバルの言葉通り、考古学者の中にはナブタプラヤの人々が数千年前にエジプトに起こった最初のナイル川都市文明の先駆者だと提唱する声もあります。ナブタプラヤは都市文明のコミュニティの成果たる遺跡だと。果たしてスターピープルとは何者なのでしょうか。オリオン座にこだわる理由とは何なのでしょうか。前述したロラドフプレートを鑑みれば、そこに描かれているのは宇宙人と考える方が自然かもしれません。スターピープルと呼ばれるゆえんはそこにあるのかもしれません。私たちの身近にいるあの生物も宇宙からやってきた。地球上には様々な生物種が存在します。その中で実に 80% を占めるのが昆虫類で、その数は95万種以上とも言われています。そんな昆虫に関して、その進化の過程においてミッシングリンクと呼ばれる謎の空白期間が存在するといった話を聞いたことはありませんか。およそ3億7千年前のデボン期に地球上で最初の節足動物トビムシが登場します。体長は2ミリから3ミリ程度で、現在でも原始的なグループとして普通に生息しています。しかしそれから7000万年の間、トビムシから進化した昆虫、節足動物の化石が見つかっていません。ところが7000万年後の地層からは突如として多くの種の昆虫類の化石が見つかっています。その種は少なくとも23目、羽を持つものや甲殻類などトビムシとは似ても似つかぬものばかりです。なぜそのような事態が起こったのでしょうか。一般的に昆虫の表皮はクチクラという物質で形成され、化石化しやすいと考えられています。それにもかかわらず7000万年もの間、トビムシとこれら進化した昆虫類をつなぐ化石が見当たりません。専門家の見解としても理解ができないと。こうしたことから、進化した昆虫類は宇宙から訪れた地球外生命体では、そんな説がささやかれています。もともと宇宙空間に存在したバクテリアやウイルスが彗星などに付着してそのまま地球にやってきたのだと。もしくはそのウイルスがトビムシに影響を与え、
急速な進化を遂げた可能性もあるといいます。確かによくよく考えると昆虫の完全変態は不思議ですよね。卵から幼虫、そしてサナギを経て成虫へと変化していきます。このサナギの器官ですが、内部構造をご存知でしょうか。特定の筋肉と神経以外の部位はすべてドロドロの状態です。これは自らが細胞組織を溶かしているのだとか。その中で成虫の形となり外へ出てくる。この器官は移動もできず非常に危険な状態です。なぜこのような工程を経るのかは不思議でしかありません。実は古代では昆虫を神聖なものと位置づけていました。例えば古代エジプトにおけるファラオを埋葬したミイラ、この技法は昆虫のさなぎを模しているという説があります。確かにあの独特な形状は昆虫のさなぎと言われれば納得ですね。他にもフンコロガシなどを指すスカラベが聖なる昆虫、神の化身として崇められてきました。フンを球体にして転がしていくその様に神秘性を感じたとのこと。球体を太陽に見立て、太陽を司る太陽神ケプリと同一視されてきました。ケプリが男性の体にスカラベの頭を持つ姿で表現されるのはこれに由来するわけです。これに関するもので2013年衝撃的な論文が発表されました。それはアフリカのフンコロガシが天の川を手がかりに方位を知るというもの。それ以前にはフンコロガシが太陽や月を道しるべにしていると伝えられていました。しかし月のない夜にはどうしているのか、その疑問の答えが天の川だったわけです。このような能力を持つ生物は他には知られていません。古代人が昆虫を崇めた理由はこういう不思議な能力を持つところにあるのでしょう。そして視点を変えるのであれば、唯一星を手がかりとすることができる昆虫、こうした能力を持つことは昆虫が宇宙からやってきた証となるのかもしれません。もしかすると古代の壁画などに昆虫が描かれるのは神として祀られたこと以外に普通に昆虫型宇宙人として存在した可能性も考えられそうです。近年のテクノロジーには昆虫の生態を応用したものも多く、それらは私たちの生活をより豊かに導いてくれます。もしかしたら古代より地球に送り込まれた昆虫は宇宙人の地球観察ツールだった、私たちはそれに気がつかずに今日まで暮らしてきた、そんな可能性はないでしょうか。世界の終焉を告げるアポカリプティックサウンド。近年世界中でアポカリプティックサウンドと呼ばれる謎の怪奇音が話題となっています。いずれも何の予兆もなく突然不気味に響き渡るもので、なぜその怪奇音が発生するのかも分かっていません。怪奇音を聞いた人は金属がきしむような音、爆発音、超音速の戦闘機が発生させるソニックブームなどと様々な例えを示しますが、共通するのは不安を助長し恐怖を覚えるという点です。この怪奇音の発生理由については、急激な気圧変化により地下空間で何かが共鳴している、地下に存在する巨大な空間が笛の役割をしている、大気中に放電された際の電磁波によるもの、山彦現象、プレートの摩擦音など様々な意見が語られていますが、特定には至りません。そしてアポカリプティックサウンドに関してはただならぬ憶測も。アポカリプティックサウンドとは新約聖書のヨハネの黙示録を意味するアポカリプスから名付けられました。ヨハネの黙示録では第7の封印が開かれた時、雷、稲妻、地震が起きるとあります。7人の天使がラッパを吹き鳴らすと地上では厄災が起こり、世界が終末を迎えるのだと。ラッパが1回吹かれるたびに世界で天変地異が起こり、そして7回目のラッパが吹かれると地球に最後の審判が下されるというものです。そしてこの怪奇音が世界の終焉を告げる天使のラッパなのでは、そのような憶測が囁かれています。それというのも怪奇音が聞こえ始めたのが2011年頃、ウクライナ、ベラルーシ、デンマーク、インドネシア、カナダ、イギリス、アメリカ、日本など
世界各国で聞かれました。2012年にマヤ暦が終了を迎えることから非常に話題となり、世界中のニュース番組で取り上げられたりもしています。これが起爆剤となり、オカルトマニアを中心に怪奇音は世界の終焉を告げるアポカリプティックサウンドではないかと話題になったのです。確かに世界中で確認されていながらも、その正体が不明というのはあまりにも不自然です。本当に世界は終焉に向かっているのかもしれません。その理由として挙げられるのが宇宙人です。ここまでお話ししてきたように、時には神として、時には人類と共存してきた宇宙人、それが可能だったのは人類が宇宙人を受け入れていたからでしょう。もしも古代宇宙飛行施設が正しいのであれば、人類を創造した崇めるべき優れた存在として、しかし人類が進化し続けたことで、その序列と平穏な関係性が壊れてしまいました。現在では宇宙人は興味の対象や利害、または敵対的存在として見られることが多くなっています。これに危機感を抱いた宇宙人が人類に警告を鳴らしている。このままだと世界が滅びるぞと。そんな可能性はどうでしょう。まさかそんな。世界中で多くの方が同時に耳にし恐怖したアポカリプティックサウンド、果たしてその一言で片付けることはできるのでしょうか。あなたはどう思われますか。